結構強かった、びっくりした、倒せないかと思った。さっきのこれでいきます。みひさん、誰だろう読めない。対戦よろしくお願いします。ま、何、真っ白真っ白。いやもうね、アブソルがね、あの、まあ、いや、そ、さっき、もう光ってますね。守りが硬いんだよ。守り、何がすごいって、これはね、守りがた、あの、でかいんで、そうだな、ちょっとはたき落としとこうか、はたき落としとこうか。いや、ちょっと30秒だから、やばい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 、ちょっと、ちょっと怖、ちょっと怖いな。でもなんでなんでって感じだよね素早さ負け、素早さ勝ってるのにどうしてって感じだよね。これわからないんですよ、これわからないんですよ、いやこれわからないんですよ。二毒院の方が早いか、いやこの子の方が遅い、うん、うちの二毒院と比べたらこの子の方が早、遅かったんで。でも大地の力をもう一回耐えることはできる。色違いだまたキューコン美しいな。あー、ひでりか。これはちょっと威力半減ですね。じゃあそうだな、キューコン早いからちょっと、あ、キューコン早いので、ちょっとひでりキューコン怖いんで、ひでりキューコンはほんとわからない。いやー、ひでりキューコン、これはね、耐えない、これは耐えないよ多分。こちらが先に、ダイマックスを枯らすのはちょっと痛いところはあるから、負け確定ですね。ありがとうございました。対戦ありがとうございます。早いね。うん、日照りはね、なくしていきたいと思います。あまり、あれ大文字じゃないんだ。ありがとう。オッケー、またなんか雨を降らしていきましょう。全然戦略的じゃねえな。いやー、不思議バナ。あー、全部光ってるね。不思議バナって早いのかな。うん、不思議バナ全然対策してこなかった。こちらもダイマックス、あと1匹だからね。いや多分、うん、早いと思うな。多分これ巨大マックス、巨大マックス不思議花は多分強いと思う。いやー怖いっす。あ、あと1匹じゃねえな、これあと2匹あるわ。ありがとうございます。強い。これは何したらいいんだろうな。あー、命の玉か。いやー、不思議花が強いな。全然対策してこなかった。
全然対策してこなかったので命の玉を落とせれば十分かな。命の玉を落とせればいいんだけど、いやさっきのあの技構成考えてなかったわ。一番最初のこのクソテンションは本当に意味がわからないっす。このなんだろうね、このクソテンションは。大アシットつい、うわー、タスキ解除してきたか。うーん、いててててててて、いてててててて、命の玉を、命の玉を削ったのはでかいと思う。いやもう強いね。どうしたらいいんだろうこういう時。ダイアスありがとう、再対戦ありがとうございました。あでも一生できたのは嬉しい、一生できたのは嬉しい。ありがとう、大変ありがとうございました。いやー、どこまであれすればいいんでしょうかね。どこまであれすれってなんだろうね。で、昼寝さん、昼寝さんと対戦します。昼寝さん、どうしたらいいのこれ、どうしたらいいのこれは、どうしたらいいのかな、どうしたらいいのかな、これわからないよ、これどうしたらいいの。で、最初の当たらなかったのところのうるさい、顔昼寝、本当だ、昼寝してる、顔昼寝してる。なんか録画してんな、何録画してんだろう、ドラマかな。ベリッパー、雨降らしですね、やっぱ雨降らしです、ベリッパーの雨降らし。ザー、ベリッパーは早いので多分ベリッパーの雨降らしで、チャッチャラチャッチャラチャッチャチャッチャチャラチャッチャチャラ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 これ、私これどうしたらいいんでしょうか。おお、コダックちゃん、かわいい、でかかわいい、でかかわいい、でかかわいいっす、めちゃくちゃでかかわいい。おお、うまーい、すごい、この子ダイマックス、ダイ、あー、エスパー、もう全然わからなかった。あ、命の玉か。くそー、命の、みんな命の玉持ちすぎなんだけどー、ねえ、ねえ、どうしたらいい？コダックの技構成知らないんだけど。コダックの技構成知らないんだけど。あ、普通にフリーズドライ打っちゃったわ。あ、バレた。バレたな。フリーズドライだということがバレた。フリーズドライだということがバレましたね。フリーズドライだということがバレました。どうしよう。どうしよう。ダイマスだと今後は読めさせになっちゃうから、まあ、これは、これは、
命の玉強いな。でもダイマックスを削ったのはいいな。でもね、眠っちゃうとね、再起でもう一回耐える。大サイコが先に眠ればよかったわ。いやー、眠ればよかった。先に起きてー、起きてー、いやー、起きてー、起きたら寝るんだ、起きたら寝るんだ、君は起きたら寝るんだ。ダメです、耐えれません。おー、起きるんだー。こんなにコダックに苦しめられるとは。うまいな、コダックの使い方が。起きてくれ頼む、起きてくれ頼む、起きて、あ、起きませんでした。ありがとう、対戦ありがとうございました。なんでだよ、起きろよ、起きろよ。起きて、起きて、頼む。どうして居座ったんでしょうっていう。どうして起きたんでしょうみたいな。こんなにコダックに苦しめられるとは思ってなかった。頼む。確実に当てる。確実に当てるよ。大文字の威力じゃない、命中率をあれすんのはあれだな。いやー、ラティオスか、最後のポケモンは。ダイバーン、タスキだね。あ、タスキ持ってなかった、タスキ持ってなかったんだ。対戦ありがとうございました。対戦ありがとうございました。ありがとう。2000、あ、いや、ありがとうございました。勝っては負けてのあれですね。で、島風さん、誰だろう。コイキング、チュンチ、マリル、玉ざらし、多分ね、あの、いろいろ凝ってると思うんだよね。島風さん、対戦よろしくお願いいたします。そうやって、あのちょっと配信してるから、ちょっとなんかそうやって打てない、そういうの。そういうメッセージ打てない。目が死んでいる。ニコ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 笑う。あー、証付きか。タマちゃんの方が早いんだよな、こういうの。タマちゃんの方が早いんだよ、こういうのはね。タマちゃんは早い、タマちゃんは早い。タスキではない。何持ちだったんだろう、何持ちだったのだろう、分からん。みんななんかいろいろ考えててすごいな。蓄電チョンチー、蓄電チョンチーなので、ちょっと多分チョンチー蓄電だから電気技効かないと思う。いやー、もう電気はもう全然対策してないんで、なかったので、ハイドロポンプ当たらなかった。チョンチが早い。あ、引っ込めた。
お、うまい。あ、綺麗だ。あ、綺麗。対面パシャッと下がパシャッこう。おー、うまいね。弱点保険じゃなくて、食べ残しで回復。へえ、どうしようかな。だいね、だあ、ああの大大魔大魔キル、うーん、大魔キルか。大魔ここで切るか。大魔ここで切るか。いや、大魔ここで切ってもしょうがないな。大魔き、うーん、大魔来るか。これね、音声があれだな。原子の力、うまい。で、素早さは下がる。あれ、あ、素早さ下がらない。あ、違うわ。いやー、うーん、いやー、分からん。原子の力、素早さ減ったけど、どうだ。オッケーオッケー、多分原子の力もう一回受けれる。もう一回受けることができる。オッケー。あれ、なんで私が先に来たの。やった。なんで私が一番さ、なんで私が先に動けたの。理解がちょっと追いつかないよ。追いつかねえな、理解が。蓄電を考えると、ちょっとフリーズドライはちょっと、あ、そうだね、あと1匹だから大魔を大魔して、オッケーオッケー、すごいすごい、はいはい、チョンチー。なんか蓄電が怖いから、チョンチーの第3だー、ありがとう。全部切らなきゃよかったね。プラズマになったね。じゃあこっちは一回削ったのは OK としよう。ほいじゃあ蓄電が怖いんで、バグ音波しか出さないことに大ストリームします。じゃあダイマックスで、ダイアタックいきましょう。ダイアタ、ダイストリームじゃった、間違った、ダイアタックいきましょう。ノーバルだからね。はーい、ファー、ヒュッポイッあのね、ほんとダイマックスするときのモーションほんと大好き。どうもー、ローのトキシエルです。ダイアタック、蓄電が怖くて、いやーだ、いやー、蓄電が怖くてですね、蓄電が怖いんですよ。いやー、蓄電が怖くてですね、そういうのにはめっぽう弱いんすよ。弱いのか。いやー、でもどっこいどっこいっすね。どっこいどっこいだねいやー、雨降っちゃったら大ストリーム強いわ。雨降っちゃったらね、そりゃ強いわな。あ、間違えてしまった。イエーンイエーン、ダイヤ間違えてしまった、ビヨーン、間違えてしまった、ぴょーん。な、どうして、どうしてダイアークにしてしまったんでしょうか。私は身がわかりません。上は取ったから、上は取ったからじゃなくて、雨降ってるからもう倒れますね。いやー、バカしましたね。
じゃあチョンチーも、もうあと少しだ、頑張れアブソル。それじゃあ最後はハタキオスでいきまっしょい。素早さは勝ってるんだ。ありがとう、対戦ありがとうございました。おお、3回も勝った。こだわり、そうか、こだわってたから早かったのか。早くねえわ。ああ、対戦ありがとうございました。たたた。うわあ、全体力全開。うわ、強いよこれ。置き土産。やられたー。やられたー。やられたー。置き土産。